こんにちは、ハマーです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、こちら、バスコ80、コバの仕上げ剤なんですけども、これをちょっと買ってみたんで、どんな仕上がりになるかを検証してみたいと思います。で、普通に歯切れに塗って検証するのもいいんですけど、今回は、このペントレーを、ちょっと図面を作ってみたんですけど、これを作りながら、これがどんな感じになるかを使っていきたいと思います。では、作ります。型紙も作って、皮も切り出してます。で、今回使う皮が、クロムなめしの1.5ミリです。綺麗なクロムなめしだと思います。グレーの。ここの小刃にこのバスコ80を塗ってどんな感じになるか検証しようと思います。一般的にここをジャンパーホックで留めてるのが多いんですけど、あまり開けたりしないので、ここはもうリベットで留めようと思います。とりあえずここを耐水ペーパーで400番と800番を使ってきれいにしてみようと思います。まず400番から。で、パスコを塗った後にこのとこプロを塗って、で、再度また綺麗に磨いて、バスコを塗ってっていうのを繰り返していこうと思います。磨き終わったんですけど、この中の部分は小刃を塗らなくても、ここに折り返してしまうので、コバの部分が見えなくなるので、ここはトコノールで磨くだけにしようと思います。その外周の部分をパスコを使ってコバをきれいにしようと思います。なんで、これは普通にコバをトコノールを塗って仕上げようと思います。クロムなめしもこのトコノールをつけてやると結構いい感じで、幅は綺麗になります。単人なめしのようにあまりピカピカにはならないかもしれないんですけど、ある程度は綺麗になると思います。こんな感じで一通り磨いてみました。クロムレザーはあまりコバ自体はピカピカにならないのかなという印象があるんですけど、なのでこのバスコを塗ってどうなるかがちょっと楽しみかなと思います。とりあえずこっちの中の方は綺麗に磨いたので、ここを取り付けてこっちも磨きながらバスコを塗って仕上げてみようと思います。この状態で先にバスコを塗ってみます。昔使ってた糊のような感じなんですけど、軽く押さえると液体が出ます。こんな感じで色がつきます。で、1箇所塗ったらちょっと乾かします。この時点でも結構光ってるような気がしますね。ちなみにこのバスコ80のこれ36番っていうカラーを買ったんですけど、ビニモを作ってる会社が作ってまして、
ビニモ帳を持っているんですけど、この36番と同じカラーになるそうです。と、ここに、パスコっていうハンコを押してるんですけど、このパスコって押している分だけカラーがあるそうです。なので、この見本帳があれば、どの色があるのかすぐにわかると思います。これも購入できるので、よかったら買ってみてください。一応こんな感じでパスコを塗ってみました。ミジントにしてますけど。ただ、一回800番でここを削って平らにしようと思います。また再度この上から塗っていこうと思います。多分何回か塗った方が綺麗になるのかなと思います。では2回目塗ります。こんな感じで、さっきよりは綺麗に塗ってますね。で、全部塗って一回ところで磨いてみようと思います。2回目塗った後に先にここを塗ってみました。こんな感じで今はなってます。ただちょっと傾きが悪いとこんな感じでにじみます。あまりこれを傾けるとたくさん出るので、まあ上に向けてやった方が塗りやすいかなと思いました。一度ここをトコプロで磨いてみようと思います。トコプロを塗ると結構ツヤが出ていいかもしれません。また全面磨いてみて、またどんな感じになるか映してみようと思います。こんな感じで塗れました。結構ツヤがあっていい感じだと思います。ここは失敗しましたけど、これを一旦組み立てようと思います。使うのはリベットです。こんな感じでやってみようと思います。リベットを留めてこんな感じでトレイが完成しました。結構いい感じに塗れていると思います。まだこのバスコ1色しか持ってないんですけど、今後いろいろな種類をちょっと集めてみたいなと思いました。塗り方なんですけど、こんな感じで糊みたいな感じで、昔のここを小刃につけて塗る感じですね。ただ細かいところはどうしてもムラになるっていうか、ここが尖っているので、細かいところでしたらやっぱり綿棒とか使った方がいいかもしれません。容量も 80cc 入っているので結構持ちそうですね。もし気になる方は使ってみてください。あと、このタンニンなめしの方もちょっと塗ってみたんですけど、こちらも
いい感じに塗れてるような気がします。黒船橋に比べるとちょっと色がくすむかなっていう感じなんですけど、インパクトは違うので塗っても面白いかなと思います。この道具の紹介もしていますので、気になる方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。